国際オリンピック委員会 IOC は23日までに公式サイトを更新し、24日の男子サッカー競技グループ D 第1節 U から23日本代表対 U23 パラグアイ代表の審判団を発表した。ユーロ2024決勝を担当したフランスのセットが割り当てられている。主審は35歳のフランソワレテキシエ氏が担当する。 ユーロ2024では決勝を含む4試合で笛を吹いた。2023-24シーズンの UEFA スーパーカップでも主審を務めている。また副審のシリル・ムニエ氏とメフディ・ラモニ氏、VAR のジェローム・ブリザール氏もユーロ2024決勝で同じ役割を務めていた。第4審判員は女性のエレナツベトコビッチ氏。 セルビアアシスタント VAR はプレミアリーグ出身のデイビッド・クート氏イングランドとなった以下日本対パラグアイの審判団出身フランソワレテキシエフランス副審シリル・ムニエメフディ・ラモニともにフランス第4審エレナツ・ベトコビッチセルビア VAR ジェローム・ブリザールフランスアバー・デイビッド・クートイングランド